みさんこんにちは皆さんの心の羅針盤尾端森代です前回から復帰原理に入りました前回は書論桃源復帰桃源条件これについて見てまいりました今回はその桃源条件ということについて大きく3つの程度種類があるということを中心に学んでまいりましょう1つ目 報奨と言われますこれは失ったものを同価値の条件で取り戻していく旧約聖書により命には命目には目歯には歯これはどういう意味かというと人の命を奪ったものは自分の命をもって償いを負わないといけない人の目を傷つけたものは自分の目を傷つけられて償いを負わないといけないまさに 100%同価値の条件で償うというものこれを報奨と言います二番目減少法というものがございます失ったものよりも小さい価値の条件で償いが成立することがあるのです少しわかりやすい話をすれば空き地で子供たちがサッカーをやっていた息を止まって 隣の家の窓ガラスを割ってしまったその時子供たちがおじさんごめんなさいすいません素直に謝っていたするとそのおじさんがまあまあまあ元気のいい証拠だ今度からは気をつけるんだよ謝ったということが条件になって許されてしまう小さい価値で償いが整理するこれはどういうことでしょうか物質的に足りないものが 目に見えない精神的なものでカバーされている生誠真心こういうものが相手に届いたときさらに相手の許しと犠牲があるのです。ではその子供たちが割った窓ガラス誤って許されたとしても誰が直すんでしょうか。結局おじさんが自分で五千円なり一万円なり払って直すしかない。誰かがそこで 犠牲になっているこれを知らないといけないのです実はこの桃源条件とというもの大部分は減少法だと言われます本来償うべきものよりも小さい価値の条件で償いが成立する人類が本来の姿に戻っていくのはほとんど現象法これに関してサタンは当然残訴します 神様人間は堕落したんですよ堕落したのに何でこんな小さな条件で許すんですかその時神様はその少ない価値の部分を人類が持つとしてもより大きい部分をメシアに背負わせるというのです。全人類のの道道はは法法メシアキリストの道は報奨法だと言われます。 メシアが代表して本来罪を背負わなくてもいい苦労をしなくてもいいはずのメシアがより大きな苦難をいくことを通じて他の人間たちはそのメシアを信じるメシアにつながることを条件としてより小さい価値の条件で許されていくというのです。三つ目法とといいいいうももものののがございますこれは失ったものよりも大きい価値の条件でないと 償いが成立しなくなるまあすぐにこれが出てくることはありえません本来現象法で償われる可能性があったのにそれに失敗して相手に物質的打撃のみならず精神的打撃まで与えてしまうときより大きな条件が必要になるというのです先ほどの子どもたちの例で言えば子どもたちが窓ガラス割りました うわ今日もやってくれたかおじさんからすればまた謝ってくるのかなそしたら「ハゲオヤジとかいう叫びだけ聞こえて逃げていったそしたらそのおじさん「どうしますか?」「もうどこのやつだ」と言って後を追っかけていってとっ捕まえて「お前の親のところに連れて行け」そして親のところに行っては「お宅は子供をどういう教育してるんだうちのガラスは1万だ」でも1万でももう心が収まらない。 2万回せプラスアルファを要求してくるちょっと例えが低次元で申し訳ないですけれども何が言いたいかというとですね神様は人間が堕落したた小さな条件でで戻ししてあげたいんですしかしこれに失敗した時より大きい条件をかけざるを得なくなる神が要求するというよりもサタンが要求してくるのです。 神様こんなこともできなかった人間ですよなんでこんな人間愛するんですかこんな人間愛するんだったら私を愛してくださいより大きなものを要求してきたサタンに対して神はその要求を飲まざるを得なくなるというのですあともう一つ桃源条件は失った経路の反対の経路で条件を立てていく相手の目を傷つけたなら 自分の目を傷つけられて償いを負うこのような反対の経路で償いが成立するというのですでは本然のアダムといえばどのようにして堕落したと言えるのか一つは当時彼らにとって一番信じられる存在は神様でしたその神様の言葉を不信して人間は堕落したですから堕落した人間は今の世の中において より信じられるのは目に見ええるる情情報報耳から聞こえてくる情報ですそこに耳を傾けるよりも今の世の中においてはより信じにくい簡易からの言葉これを信じて戻るしかない多くの宗教が信じることを要求したのはこういう原理的理由からだと言えるのです。あとともう一つ本然のアダムといえばは 神の愛のの愛絶頂の中にいながら堕落しましまたですから堕落した人間は逆に神の愛が一切感じられないような境地に陥れられたとしてもそれでも神様を信じて戻るしかない特にメシアキリストの道は「報奨」と言いましたまさに神様からも人からも捨てられるような境地の中それでも神様人を信じて戻っていくしかない それがメシアの道だというのです。では、この条件というものは、メシアだけが立てればいいのでしょうか。そうではありません。一人一人の人間が、自らの責任分担として立てていかなければならないのです。残念ながら、時間がやってまいりました。あと諸論、2回続きます。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。